猫ちゃん超可愛かったんだよな。ケイちゃんも、ケイちゃんも頑張ってるから、頑張ってるっていうか、日本最、女バスの最高峰に行ったから。自分も頑張るしかない。投げないように。めちゃくちゃうまいからもうすでに負けてるんだけど、とりあえず絶対ピザなんか頼まない方がいいでしょ。普通に言っちゃったけど、お店来た時点でピザかと思って見たらやっぱピザだったけど、ちょっと信じないよ。さすがにお店来て一つ出ることもちょっと、頼まない。申し訳ない。この頃にはもう冷え冷えになってくる。これはでもしょうがない。申し訳なさそうに、だってそもそもだってこれだいぶ放置されてたの。終わってだいぶ経って放置されてた。受け取ったときに熱々感がなかった。申し訳ないです。全部こいつが悪いみたいな感じになる、と思うけど、まあそんなん言っても仕方ないから、お客さんにはピザは頼まない方がいいって、ほんと。そんな、そう。悲惨に、ピザと寿司は、それもずっと言ってるもんだって。何年も。何年も前からの話です。うまくいかない。しょうがない。もう最善尽くすしかないけど。最善は尽くしたら、くれ。多分適切な、バッグに適切な方法で入れて、適切な速度で走ってるから、もう、バッグだから、まあ、たまに シュート、うん、1試合に1本あるかないかぐらい、まあミドルレンジぐらいからフリーでシュート、これを1回あるかないかぐらい、これを確実に決めたい、
全然ダメだった。もう、やっぱり入る気がしないっていうか、言い訳になっちゃうけど、で、シュートを入れるつもりで してないから、ちゃんと準備しない。とりあえず走る準備だけはちゃんとして、もう時間がないから、もう柔軟しないと、そうです。コースで、トランジションができない。だから、とりあえず、シュートはつけて、だって別に自分が打たなきゃいいわけだから。自分が打たなきゃいいんだから。そう。シュート決まんないくても、自分はもうその日じゃないから、違う人に渡せばいい。周りにシュート打て、シュート打てっていう、こう、雰囲気が来たら、もう、とりあえず申し訳程度に、ポイってこう、そう。あ、まあ、でもどうせ外れちゃったか、みたいな。これでいい。これがいい。むしろ。ちゃんとだって言ったら、そう。ジャンプショットの練習、ちゃんとある程度、事前に、フォーム、チェックしてからじゃないと、その、ちゃんとスマスも入んない。無理。やっぱり、肘がもう、ぶれちゃってるっていうか、全然ダメ。全然ダメ。まあ、ちょっと集計すれば、大丈夫だけど、別に、そんなことする人が、もっと、その、動き回れるように、準備した方が、全体で言ったら大事だから。すごいよ。経験者で別に大して上手くないのに、ブイブイ言わせた人、ブイブイ経験者ぶってる、人、全然動けないから、動けなきゃダメよ。Thank you.
Thank you.
に動いて、手を出した。自分でも手を出した。